こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、世界遺産の紹介のコーナーです。現在はイタリアの文化遺産を紹介しております。そして今回紹介するのは、ビッラ・アドリアーナという、えー、古代ローマ時代の 上級階級の方々の保養地だったそうです。別荘ですね。はい。どんなものなんでしょう早速写真で見てみましょう。はい。こんなところです。いやー、当時はすごかったんでしょうね。いやー、いかにも保養地って感じですね。 はい、ここで、水浴水浴び。いいですね。いやー、これはいい。あ、これ、上から見た写真ですか。おいいじゃないですか。へえあ、結構ね、あの、丸いのだけじゃなくて、他にも色々あるんですね。そうですね、上流階級の皆さんが退去してやってくるわけですからね。そういうことなんです。あ、こういう庭園もあって。 いいじゃないですか。あらこんなに広いこんなに広いへえいやー、この時代はね、もう、ね、水浴びとか、贅沢って感じですよね。水を運んできてね。本当いやー、飾り付け、いろんな飾り付けとともに、貴族たちがここで、わちゃわちゃ、わちゃわちゃしてたわけですよ。はい。 イチャイチャもしてたかもしれないですけど、わちゃわちゃしてたわけですよ。はい。いいですね、えー。なんか似たような写真が増えてきましたね。ちょっと早送りしていきましょうか。はい。こんな感じで、こんな感じで。はい。もう似たような写真ばかりですね。はい。さっきから。はい。さあ、地図は、地図は出てくるかな地図は。地図はどっかで出てくるかなどうかな どうかないやいろんな写真ありますねおこれだあローマのすぐ近くあそっか上流階級の人たちの別荘なんですからそれはローマに近いはずですよねあそういうことですねなるほどなるほど分かりましたはいビッラ・アドリアーナ ローマのすぐ裏手という感じになります。はい。では画面戻します。いかがでしたでしょうかローマに訪れた際に、もうローマ2回目だよっていう方、ぜひ行ってみられてはいかがでしょうかはい。私もローマは一度だけあります。次行った時には本当にここに行ってみようと思います。はい。ちゃんと、あのね、観光として整備されているようですからね。 はい、観光客言いましたよね、写真の中にね。はい。ぜひ行ってみたいと思います。はい。えー、イタリアの文化遺産、まだまだ続きます。お楽しみに。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。